第717回5月18日水曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書列王記上17章15節16節。ヤモメは言ってエリアの言葉通りにした。こうして彼女もエリアも彼女の家の者も幾日も食べ物にことかかなかった。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかった。サレプタのヤモメが餓死寸前の状況で預言者エリアの言葉に従ったとき、神の豊かな祝福が始まりました。それは壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかったというものでした。自分と息子が食べて終わりになってしまうほどのわずかなものが、神の言葉に従って捧げたことにより、神の豊かな祝福となったのです。神は私たちが持っているものをそのまま捧げることによって、豊かな祝福を与えられます。私たちの生活の中で、私たちの捧げ物によって神は豊かな祝福を与えられます。共に祈りましょう。今週の祈り。1、神の救いを信じて歩むことができますように。2、コロナが完全に収束しますように。3、ウクライナと世界の平和のために。神様、日ごとの祈りの時を感謝いたします。私たちをキリストによる救いに導いてくださり、その救いを信じて歩むものとしてくださってありがとうございます。これからも神様の救いの御手をいつも信じることができますように、困難な時にもあなたの求められるものを御前に捧げつつ生きることができるように助けてください。コロナが完全に収束しますように、今もなおそのために苦しんでおられるお一人一人に力を与えてください。また世界に平和を与えてください。戦争の悲惨な状況の中に置かれたお一人一人をどうぞあなたの御手を持って救い出してくださるようにお願いをいたします。私たちが自分の思いではなく神様の御心を求めて、神様に従い捧げて生きることができますように助けてください。救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。